次は加賀飛びの皆さんが、このもてなし道具鼓門バスにやってくるのがですね、加賀飛びはしご登り行列の舞台、先ほどですね、まといソープリン見せてくれましたけれども、この49の軍団がこの金色のまといを持ってやってまいりました。はい、加賀飛び市内第1消防団、第2消防団、第3消防団所属の49消防軍団の団員、じゃあ我々も石田さん、皆さんどうしましょうか。はい、じゃあ野呂さん行ってくださいちょっとね。はい、行ってらっしゃい、気をつけて邪魔しないように行ってきてくださいね。この加賀飛びなんですが、江戸時代、貴族が火災現場で高い梯子を立てて頂上から状況を確かめたのが始まりなんだそうですね。今皆さんがお持ちになって運んでいる梯子、これは6メートルもあります。当たり前ですが、上から見たらきっと高いんだろうなと思いますね。